どうも、大塚すぐしの日本人アニメリアクター、アサモンです。よろしくお願いします。チャンネル登録者数年内目標1750人目指しておりますので、もしよろしければ高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、文豪ストレイドックス第7話、理想という病を愛すです。きつい。まあ、今回のそのサブタイにさ、理想って書いてあるじゃん。これが、まだ推しっては言い切ってないよ。言い切ってないんだけど、今のところ好きな国木田っていうキャラクターがいて、その国木田がね、普段から持ってるあの手帳っていうかメモ帳っていうか、それに理想って書いて、まあ、自分のこれからのことがね、こういろいろ書いてあるんだけど、大丈夫かな心配でしょうがねえんだよ。まあ、まず前回のおさらい、第6話がまあ連続失踪事件があってっていうところから、まあ、で田口っていう新しいまたキャラクターも出てきたりとか、じゃああとはなんかあれがどうのこうのどうだこうだそうだなんだみたいなのがいろいろあったんだけどさ、でまあその中で一個出てきたのが青の使徒っていうこと、まあそれがなんか青木王のまあなんか手下だかなんか幹部だかなんかよくわかんないけど、まあなんか多分それ関連なんだろうなっていうことで、その時に関わってたのが田口のお父さんなんだけど、まあその田口のお父さんが死んじゃったんだよ、まあその青木王の自爆でね。でじゃあなんでそこで巻き込まれたかっていうと、国木田が連絡を取ったから、俺が殺したようなもんだっていうふうに国木田は思ってるっていう感じで、で今のところやばいなって思ってる相手が、まあそのタクシーのうんちゃんなんだけど、今逃げてんだよね。なあどうすっかねって感じで、まあ芥川もやってきたけど、まあ警察がねこうタイミング的に来て、じゃあまた今度なっつって終わってるっていうところなんで、早速見ていきたいと思います。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。よろしくお願いします。大丈夫かなマジで。俺もうこれで国木田死んだらしんどいよ。頼むから生きててもらわないと困る。よし見よう。はい、それでは D アニメストアで再生していきます。3、2、1スタート。武装探偵社会議室に青の下爆破予告事件。うわーなんかやばいじゃん。オープニングないじゃん。九州にいんのかな。大丈夫かな。
あ。あらあら。なんか国木田っぽいんだよな。似てる？ああ。国木田やん。お、やばい、やばい、やばい。ああ、振られた。告る前に振られとるやん。
はあ、やばそう。ああ。死ぬ？保護されたやん。旧国防軍施設リミットまであと30分。ああ、やばい。数字39。なんか減ってんだけど。
誰だお前。やーべえ。なんか繰り返すな、こいつ。やばいな。おう。すげえ。なるほど。目で見て機能を理解したもの。よかった、敵じゃねえ、びっくりした。ダサいだ。危ねえ、びっくりした。手調整ですか。
え、死ぬの田口。勘弁してくれよ。勘弁してくれよ。俺の理想をなめるなよじゃねえよ、もうマジで。どうしてこう毎度毎度推しが不憫になるものか。しんどいな。まあ田口ってとしてはお父さんのね、敵よっていうのはあるけども。なんだかな。佐野明子ってでも何だったっけ、あれじゃなかったっけな、
最初なんか戦争に行った弟だかなんだかのあれがどうのこうのみたいなあれでしょう。そう、でも理想という病を愛すか。田口も解析しちゃったもんだからそこ行ったんだろ、親父の敵が出てくるって。もう分かりきっとってんじゃん、信子がやってくるって。いや、田口も死んだんかな。死んでそう。死んでそうではあるけどね。ああ、でも俺の理想をなめるなよっていうのはかっこいいけど、でもなんかそこにね、こう支配されちゃってるから、この理想というな病を愛すっていう。ああ、なんとも言えねえ。つらい。ちょっと休憩しよう。ああ、疲れた。ちょっと休憩。ああ、休憩するわ。終わり。もしこの動画良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローお待ちしております。概要欄の方、リンク貼っておりますので、そちらのチェックもぜひ。ということで、文豪ストレイドッグス第7話。理想という病を愛すでした。ありがとうございました。ならね。